はいこんにちは今日は5月22日でねさっきねニュース見てたらね今日の17時1分にちょっと面白そうな記事が出てきたので見ていきましょうシュウエーウェションラインでこのタイトルはね小池知事の参戦が危うしえこの手のさタイトルってあんまり聞かないなと思ってねえー、でね これ、石丸さんの記事なんだよね。で、私もね、石丸さんは、どういう人かちょっとよくわかってません。で、ここにね、石丸さんと秋田方氏の市議会とかね、あのー、まあ、市議の証言みたいのがいっぱい出てきて、まあ、石丸さんをね、まあ、知る上で、まあ、参考になるかなと思って見ていきましょう。はい、まあ、これ全面的にね、これを信じるとか、 そういう意味ではなくて、まあ、石丸さんという今注目を浴びている人の、まあ、短所がね、少しわかるかなという意味でね、見ていくという意味です。<laughs> 日本一バズる。石丸市長が都知事参戦の裏で、地元の対立主義は、ロシアからプーチンがいなくなったみたい。<laughs> これどう、どういう意味で言ってんのかね。<laughs> で、もし、勝とうものなら、これは都知事選に勝とうものならね、東京都民の皆さん、ご愁傷様です。うん。ああ、そうなんだっていうね。まあ、こういうご意見も一部あるってことね。で、SNS や YouTube などを巧みに利用して、えー、話題を集め、人口3万人に満たない広島県秋高田市の知名度を全国区に押し上げた えー、島野真二市長が41歳年、えー、都知事選への、えー、蔵ら替え出馬を表明し、話題を呼んでいるでしょう。で京都大学経済学部から三菱 UFJ 銀行勤務を経て、出身地の市長に転身したエリート青年だよね。うん、この経歴を見ると、まあ、エリートですよね。 でこの学歴詐称疑惑を払拭できない女帝 <laughs> えーとどう戦うのだろうかネットでは得ることのできない、えー、地元の生の声を取材した、はい、だからこの記事はあの地元の皆さんねこう秋田田の、えー、皆さんの声がメインになってるというね、はい、こういう記事いいです、えー。日本一バズる市長が 東京を変えて、日本を変えてみたい。これは石丸さんがの発言ですね。で、秋田方氏は、あのー、あれだよね、この市長が辞めたのは、あの広島参院選の大型買収事件ね、河、え、合、ー、克之君が、えー、金配りまくってたんだよね。あの 何十人くらいに配ってたんだろう、市長とか、えー、町長とか、町議とか、市議とかね。えー、で、そのうち、この秋田方の市長も、金もらっちゃったとね。<laughs> で、引責辞職したので、市長選があって、そこに富んだのが、この石丸さんと、あとね、えー、副市長の竹本さんって人との一騎打ちだったんだって。で、この竹内、 え峰明さんはまあこういうおじさんなんかこう田舎に <laughs> こういうおじさんいるよねで竹本さんはね出身大学がねえ近畿大学なんだってあの世耕家の大学 <laughs> でまあ若い方がいいんじゃないと思われたのかはいでめでたく、うん、市長になりましたそれが2020年あ7月ねちょうど でこれ前回の都知事選と時期を同じくして、うん、この石丸さんは師匠になってたっていうねでこの4年後に都知事選に出馬って、まあ、華麗な転身といえば <laughs> 華麗ですよねで,でこの石丸さんがやってたあの結構有名なことってこの恥を知れっていうね えー、これをポストしたって話は、あの、なんかちょこちょく聞くよね。これが議会のね、えー、いっぱい質問中に居眠りしていた議員がいて、えー、それを X で晒したってことはこれ写真撮ってたのかな。<laughs> で、恥を知れとえ、罵倒ね。うん、まあこれだけ読むとね、なかなかやり手の主張でこう改革派、 なのかなみたいに見えるのですが、まあ、この、市議会の人たちのね、言い分もね、あるということです。はい。これ、本当に居眠りしてたのか、ちょっとこう目を閉じて、あの、考え事をしていたのかね。<laughs> ま、そういう場合もあるだろう、みたいな話がね、この後に出てきますが、ちょっとこれ、重厚ってこの記事を見ていきますね。だから、つまり議会との対立を、 鮮明化したねで地元紙のね中国新聞の記者にも失礼が過ぎる変更報道と発言してでそのバトルの様子を YouTube に配信して話題を呼んでいたんだってこれ中国新聞ってさでも割となんかさあの 私から見るとそ,そんな変更報道ないっていうかあのむしろあのが頑張ってるっていうかねあのこのさ河合君のねあの買収事件の時も中国新聞がねまとめてねこの一冊の本を出してますよねあの2019年の,あの大型買収事件に関わった議員とか町長とか。 えー「あの事件は何であったのか」という一冊の本を出していて私はねそれを見てあのー、あの事件が何だったのかっていう全体像がよく分かって、えー、中学新聞すごいなと、あのー、思ってたのですがまあ別の見方もあるってことね。でさ記者に失礼が過ぎるっていうのは。 おお俺に対して何か失礼をしたというこ,こういう意味での発言だよねきっとねで汚職体質を引きずる旧体前とした議会やそれに付き従ってきたオールドメディアの記者クラブ体質を正論でけさぎりする手法は <laughs> かつて郵政民営化を川高に叫んだ小泉純一郎や 橋本徹を彷彿させるでねあのコメント欄でねこの石丸さんを見て橋本徹を思い出すって人はねな何人かいましたね、うん、だからそう重なるって人はいるってことでねこの記事を見てもねでともあれ日本一バズる市長 <laughs> として有名になった石丸市長は えー、今度はね東京を変えて日本を変えてみたいとの理由でうんこの首都に舞台を移すだから任期はまだ満了してないもうすぐ満了っていう時だよねだから3年何ヶ月かやってはい、えー、次は知事出ますっていうねでこの都知事選には今めぼしい対立候補まだ出馬表明してないっていうか これ、石丸さん以外に出馬表明、誰かしたって話はまだ私は聞いてないのですが、もしかして、いるのかねあの、立候補している人ね。うん、でも名前聞かないよね、石丸さん以外ね。で、今後はようやくまともなことができる。これは誰の発言でしょう。で、この石丸さんの都知事選のね、出馬表明について、 石丸さんと近い議員っていうのは、これ、秋田の、あの、市議のことだよね。これ、文脈的にね。で、聞いたら、他を当たってくれ、と、口が重かった。あんまり言いたくないってね。で、あと、ね、対立構造の中心にいた、秋高田市議会の、ベテラン市議ね。こ好感層を漏らした。これ、対立構造だから、 だから、だから石丸さんとあんまり仲良くない人の発言っていう意味ね。はい。だからそれをまあちょっと割り引いて、まあ一応ね、なんて言ってるかをね。はい。石丸さんと対立をしていた審議の発言が、こっからここまでね。で石丸氏はご存知の通り、SNS を使った自己プロデュースが上手な方でしたから、 市民には人気はあったかと思いますね。秋田方の市民には人気あったんじゃないのってね。あと市議会の中にも石丸信者が何名かいる。なんだこの信者という表現は <laughs> うん。で、その方たちは東京提出を残念に思っているかもしれません。ですが、えー、真っ向から対立していた市議や市役所職員からすると、 祝賀会で万歳参照してもおかしくないレベル <laughs> これ面白いね <laughs> あ石原市長いなくなって万歳ってね <laughs> はいで実際ようやく今後はまともなことができると一部の市議で集まって意見交換を行っていたくらいですやっぱちょっと手厳しいね、まあ、対立してた市議だからね で我々からしてみれば、まあ、この我々っていうのは対立してた人っていう意味かなロシアからプーチンがいなくなったみたいなものですよで石丸市長がもし都知事にでもなったら東京都民の皆さんご愁傷様です <laughs> ねえでゆりことどっちがいいんだろうねなんだっけあのさスーパークレイジーがさ4年前の都知事選に出た時に ゆりこか、俺かとか <laughs>。なんか、助けかけてたけれど <laughs>。なんかね、石丸さんもそれやったら面白いよね。ゆりこか、俺か <laughs>。で、でもこの対立してた人はね、あの手のタイプは時として勝ってしまう可能性もありますからね。で、この発言を受けて、このタイトルにさ、小池知事の参戦、危うし。 とかなってんのかね。でね、これ面白いよね、こ,こ,この記事ね。はい、まだ続きがあります。はい、さすが元銀行マン大したもんだと評価する向きもあったんですが、はい、これはあの、飽きた方の市長ね、市長じゃなくてこれ、飽きた方の市議にインタビューしているっていう記事だからね。で、島主市の市政運営はそんなに危ういものだったのか、 はい。で、またこれは、あの、秋田方の市民の発言ですね。あれはね、あれ、<laughs> あれ呼ばわりえ。政治家というより銀行マンなんですよ。でもう10年近く前から、平成の大合併で、秋田方市に弁当の惣菜工場を建てるという市町村合併推進事業が進められていたのですが、石丸市は、 就任早々それをばっさり切ったんです。であ,あんたら10年も今まで何しとったこんなもんやっても成功なんてしませんよ。これが石丸さんの発言であんたらんな何やっとんのってね。<laughs> これ広島弁なのかな。で採算は取れないだろうと言われていましたが事業者の社長に着任挨拶でそう言い放ったんですわ。 うん。まあ、弁当の惣菜工場は、そんな無駄って感じはしないけれどね。うん。でも、その銀行マンやってた石丸さんからすると、えー、こんな採算の合わない人をやりやがってっていう、そう、そういう感じだったのがね。で、民間出身者ならではの、まあ、しがらみに絡め取らない政治的決断のようにも見えるが、うん。一瞬なんか良さそうにも見えるよね。 うん、こうやって外から来た若者が、旧態依然としたこういう習慣みたいなね、無駄なものをバッサリ切るというのは、一部ではそれが必要という人もいますが、でもこの、この地元の人たちの気持ちはね、なんかちょっと違,違うんだよね。あのコストカッター は、えー、いいんだけれど、でもさ、っていうね、ね、うん。そういうもやもやしたものはね、この文章から、えー、伝わってきます。そう、確かに最初のうちは、さすが銀行マンじゃの、大したもんだと評価する向きもあったんですが、うん、徐々にやり方がイグすぎる、というね、に変わってきました。で、これはこう、事例ね。 例えばっていう話ね、市が管理していたグラウンドをなす計画が浮上しで、それを使っていた中学校の野球部員が、あのグラウンドがなくなったら僕たちは練習ができなくなってしまいますと、存続を直談判に来たことがあったんですとね。ところが、これね、これ石丸さんは、バレー部や剣道部と部活は、 えー、たくさんあるけ,れあるけど野球部だけが市の税金を使っていいんですか市は野球部だけに投資するわけにはいかんのですとかましたんです <laughs> か,かましたとねうんでもさ芦屋市の高島さんだったらどうするかなってね今考えててこの野球部員がねこれ中学生が 来たわけでしょでそれをコストだけであのばっさりやってしまうかない。一応この中学生の話を聞いてあげるとかね、えー。なくすにしてもこの納得してもらったのかね。この地元の中学生にね。そこは。 ちょっと疑問ですよね。だから税金がかかっているところをこうバサバサ切っていっちゃうというね。<laughs> まあ切ればいいんだろうというものでもないかもしれないですね。えー、冷酷なコストカッター。えー、対立するベテラン市議から見た石丸氏は、税金がかかっているところをバサバサ切る。冷酷なコストカッター。で、私ね、一個ね、あれと思った案件があって、この記事には出てないんだけど、 この秋田加賀市で、あのー、マッチング事業っていうのかなそのお見合い事業みたいのをもう何年もやってたんだってそれであの成立してあの結婚するカップルもいたのですがそれもね石丸さんが切っちゃったって話を聞いたんだよねでその理由はあのー、結婚っていうものはあのー、本人の意思で決めるものだから その結婚した方がいいよみたいな提案を自治体がや,やるのはまずいみたいな,なんかそういう理屈だったんだよね。で確かにまあ婚姻はあの個人の自由ではあるのですが今こう少子化も進んでてこの田舎でなかなかあの出会いもないっていう状況でうんそのお見合いみたいな事業っていうのは。 それはさ、続けててもいいんじゃないかなとね、あのー、私はあれって感じはしたのですが、この冷酷なコストカッターって話を聞いて、ちょっとつながりましたね。ああ、なるほどねっていうのね、あこうバサバサ切ってたのねということが、ちょっとわかってきました。はい、えー、続きです。これはあの、市議のね、秋田方氏の市議のお話ですね。石丸氏が都知事に当選したら、 都庁の職員も大変になるでしょう。なんかさっきも言ってたよね、似てうようなことね。で、つい最近、えー、市役所を辞めた職員は、石丸市長に、ぜ、え、ひ、ー、調べて報告してくださいと指示されて、数日がかりでまとめた調査データね。えー、だから石丸さんにこれ調べてって言われて、えー、一生懸命あのまとめてそのデータを持っていったら、 こんなことを調べて何の意味があるんね <laughs>。えっと、突き返されるということを繰り返されたで。自分で言ったことを忘れてるんですわ。これなんかそのゆりこっぽいね。なんかゆりこもさ、結構あの、朝行ったことが夕方の変わっちゃったりとか、結構コロコロと態度を変えて、周りの人を翻弄してしまうっていう話を聞きましたが、 ちょっと似てるかなま,まずくないみたいなね。でまあ、我が道に住むって人はこんなもんでしょうな。<laughs> なんかこう、飽きた方の人ってさ、こののんびりっていうかさ、なんかこう、いい味出してるよね。はい、でもね、この名誉毀損の問題ね、これは私もちょっと聞いたことがあるのですが、 のね、ちょっとここ読んでいくね、市議会との対,対立の実態はどのようなものだったろう、えー、今度、別の人の話ね、反石丸派の人の議員の話だと、石丸さんが市長に就任したときは37歳だったから、周りの議員はほとんどおじさんね、この竹本さんみたいな、多分こういう感じの人が周りにいるんだろうね、秋高方氏のね、議員にね。 えでほとんどがおじさんみたいな年齢のもんばかりで若いもんが頑張ってるんだから多少のことは目をつむって見守ってやろう <laughs> と言っていたんですけどね、はい、でもその例の恥を知れねそれも本人が3日も前から言うタイミングを狙っていたと言ってたくらいでね で居眠りはもちろん問題と思いますが何かを考える際に目をつむるようなタイミングだってあるでしょう <laughs>。確かにあるよね <laughs> で。で目を閉じて考えてるところに「あ居眠りしてる恥を知れ」<laughs> とやられちゃったのかもって話ね。はい、でいずれにせよ注意するなら。 本人に直接すればいいねあれ。確かにそうだよね。だけど、この時はね、いきなり投稿。<laughs> いきなりだったんだって、この恥を知れの時はね。それはちょっとやりすぎじゃないかと、議員らとね、話してたんだって、あれちょっとやりすぎだよね。あの、投稿する前にさ、一言言ってくれればいいじゃんみたいに、この審議同士で話してたら、この石丸さんが乗り込んできて、 でこの話をね、あのー、またなんかポストしたらしいんだよね。えー、それを石丸さん呼び出しを受けた。でもこれ、本人が乗り込んできたんでしょでもより呼び出しを受けたと言い出して、えー、議会にの批判をするな、選挙前に騒ぐな、敵に回すなら政策に反対するぞと、えー、説得恫喝あり とあこれを投稿したねとまた投稿する始末ですわ <laughs> とこののんびりした主義がねなんかちょっと面白いよねこのねあの秋田方の主義の言葉ってねでだからこの対立してる主義の言い分を聞くとあの本居眠りね、まあ、居眠りしてたのかもしれないけれど本人に直接言えばいいのに いきなり SNS に投稿しちゃったのがちょっとやりすぎだよねってところに、えー、本人が乗り込んできたのに、で、その様子をちょっとなんか、デフォルメして石丸さんが投稿しちゃったみたいに見えるよね。だから俺はあの、えー、説得されたり、同活されてるみたいな印象に見えるよね。この 石丸さんのポストを読むとね。で、この SNS でね、同活したと、あ、名指しで批判された人がいる。あ、この話は聞いたことあるな。それが、この山根厚子さんっていうのかな。あの、この市議はね、虚偽の発言で名誉を傷つけられた。ってことは、同活してないってことだよね。この山根さんはね。で、石丸市長相手通り、 損害賠償を求めて、広島地裁に提訴あ。こういうことだったのね。で、この提訴に関して、去年の判決公判でね、この裁判長は、市議の同活発言は認められないというね、で市長の職務としての投稿は名誉を毀損しているとして、 死に33万円の損害賠償を命じたということだから、これは実質、石丸さんが裁判で負けちゃったって形だよね。で、石丸市長が作った話にマスコミが飛びついてね、本人も取り上げられて、有頂点になってしまったんでしょうね。もちろん SN、SNS などを駆使した発信力もあるし、若いし顔もいい。 えー、表面的には人気はありますわ。<laughs> えー、東京で頑張ると言うなら、それもんじゃないですか <laughs>、えーえーまあこ。こんな風に見られているとねで。学歴と職歴は立派だが、敵も多い YouTuber 政治家、トランプ大統領を想起させる発言、発信力に長けた石丸さんは、果たしてエースなのか馬場なのか、 <laughs> これエースならいいけど馬 <laughs> 場、まあ、じゃ困るよねで、はいえー、これもうちょっとありますある都議,都議会関係者ね、えー、堅物な人も多く利権も絡む地方より東京の方が石丸さんの賛同者は多いはずだと期待する、えー、都議会で こう言ってるる人もいるのねうーんでお字幕んじゃないよねねきっと、ね、<laughs> お字幕はねディスってるからね。でまた石丸氏の出馬表明には、えー、実業家でインフルエンサーのこの広ろとか堀江門もエールを送ってるよね。女帝との戦いは間もなく幕が開くでこのね 記事を、この集英社オンラインは、まあ、どういう意図を持って、えー、こ,この記事にね、まあ、まとめ上げたのか、よくわかりませんが、はい、で、私はまだね、こう石丸さんよくわかりません。はい、だけれども、まあ、秋からの皆さんは、なんか悪気がないっていうかさ、ああって感じで、 ねね、なんかこうお父さんがこう息子を見てああ仕方ないな <laughs> みたいな感じで、まあ、ある意味生温かく見てるっていうかねうーんだどうなんでしょうねうんでもまあファンとかも信者もいたわけでしょ <laughs> いたって話だから、まあ、そういう人たちの話も聞いてみたい気はしますが、まあ、ちょっとね はいあの面白い記事だったかなとね、はい、思いました。はい、えー、都知事選楽しみですね。はい、またやります。ではまた、バイバーイ。